ノーズショートデッキって言ってかっこいいですね。古い時代のスポーツカーの憧れのロングノーズかっこいい。でやっぱり Z ってのはこのあのボンネット長いなと、これやっぱこれ Z のやっぱ一番特徴ですかね。そうですね、ロングノーズショートデッキって言ってかっこいいですね。古い時代のスポーツカーの憧れのロングノーズかっこいい。このロングノーズのこうまたこうライトがね、そうですね、これかっこいい、はい、そうこれがかっこいい。だからこれこれよりも前の方だとここにこうカバーつけて、そうですね、あのカバー付きのものもあります ね。で昔はあのこの Z の前はいわゆる昔あのロングノーズ G ノーズにする、そうですね、ここが切れててグリルがあるのが普通のやつですよね。そうですよね。でこういうとんがってるのが G ノーズって言って、そうですよね、あれはやっぱりだから全部を G ノーズにしないで初めはそういうふうにして、あれは空気口とかのためにああいうふうにグリルにして、そうでしょうね、はい、あれ G ノーズにすると空気はどこから取り入れたんですよね、はい、下じゃないですかね。あ、下から取り入れた。ご覧になると下に空気取り入れ口がありますけど、そこから行くんですね。なるほど、はい、じゃあそこから、まあ、進化していわゆるこれはまあモデルチェンジしてその進化したそうですねフェアリディ Z ですけど、はいはい、それじゃちゃんとこのままもうこのままちょっと G ノーズっぽいような感じはありますよね。感じにして下から空気を取り入れる感じにした、ね、はい、よりだからもうすでに初めの状態、まあ、完成された状態が少しごつい感じもなんかありますよね。そうですね、うだから、憧れの車、フェアレディ Z の、うん、より、屈強な、迫力ある、頼もしいバージョンという感じがしますね。はい、フェアレディ Z っていうのは、本当に僕が一番初めに作ったプラモデルがワインレッドカラーの、あの 240Z だったんですけど、はい、そこからのこう形を継承した Z ですね。そうですね、この形が最後じゃないですかね。あ、この後ちょっと形が変わっちゃったような気がしますけど、ね、そうなんですね。この後ですか、あの V6 の、そうですね、 目がちょっと半開きの、ね、半開きのね、はい、やっぱこの背の高さ車高もやっぱりスポーツカーだからこういう、はい、低いですね。ねえ、はい、そうか、こうやって見ていくと、そうか、大体の車高でもそんなに分かんないか。ここから見るあの形、ボンネットの長さと前から見た時には全然違う。つまりそれだけここのいわゆるドアを閉めた、はい、乗りますよ、閉めますよっていう時に見えるところっていうのはここまでしか見えてないんですよ、ここまでしかね、はい、そうで、実際によここの前まで来ているとあら、長いわねーねえ、あたーっていう、本当に、ね、だからこう、そういったやっぱりこう、何かある種仕掛けというか、からくりというか、このデザインにおいてもそういうものがあるのかもしれない。座ってみますか。いいですか。はい、よっしゃ。あ、これはやっぱりこっち、こう、そうですね、足から乗っていかないと。あ、はい、よっしゃ、乗ってしまえば広いですよ、ね、あ、そうですね。うわ、やっぱり5足、はい、じゃあ一回閉めますよ。あ、はい、いいですね。うわー、ターボかっこいいね。サイレンがここにあって、
これね、すごい、あ、気持ちいいね。あ、はあ。だからこれすごいね、やっぱりロングノーズっていう感じですよね。これだから、全面注射は僕はちょっと自信がないな。前に立ってみましょうか。ええ。ね、ここが前です。ここが前です。なるほど。つまり、このボンネットの盛り上がりで計算するってことですね。なるほど。ああ、わかりました。ちょっと開けてみましょうか。だから、憧れのスポーツカーっていうのはそういったことも計算して、そしてこうやっぱりね、風走りたくなる感じ、やっぱりメーターこっち、三連メーターこっち向いてますね、はい、運転席の方に、だいぶでもこのぐらいの時代だとこのメーター自体もやっぱりなんとなく あの当時の時代を表している主流の感じがしますね。タコメーターが右に配置されてますね、はい、スピードメーターは左だから、これも各社メーカーとか時代もあるのかな。そうですね、だいぶ違いますね。これはもう所有してたら大変だな。何かこう、自分の掻き立てられるものが車にありますね、内在してますよね、うん、これ座ってみて思いましたね、はい、フェアレディ Z、 本当にすごい Z 言いたくなりますよね。かっこいい Z、 あ、誰がつけたんでしょう。いい名前です。 Z が最後につくってことはもう一番もう完璧なっていうことなんですかね。はあ、女性的な美しさ、まさにヘアレディっていうことですけど、ある種その、僕なんかはライオンのメスのようなね、あの美しさだ、 目元とかっていうのはなんとなくそういう感じもあるような気がするんですよね、つまりライオンのメスってのはある意味オスよりも強い。オスっていうのはこう、確かに守るってことも、確かにそのメス対オスでやったら喧嘩したら、オスの方が強いと思いますけど、でもメスライオンってのは常にこう狩りに出て、でオスは狩りしませんからね、メスがみんなで協力して狩りをして、でその一家を支えるわけですけど、だからメスってのは対外的にも草食動物に対しても他の肉食動物に対してもメスってのは威厳があって強いっていうのをね、非常にやっぱり思うんですよ、そういったものがね、これヘアレディにはあるんじゃないかなって。なるほど、思いますね。わっ申し訳ありません、はい、本当に私自身もね、興味が尽きなくて、はい、今日は全社紹介したいと思ったんですけども、はい、ここまでですね。数が多すぎましたね。そうですね。まだ半分ですかね。はい。一泊二日で。ガレージ泊まり込みですか。いや、ガレージ泊まり込みでも本当にそうしたいですよね。本当に。ここにいたいですよね、ここの空間、ここのちょうどここにね。一回寝てみます。一回寝てみたいですよね。やめてみます、今日。あ、今日、今ですか。ここでね、いいですか。あ、どうぞ。ありがとうございます。どんな感じか。あ、ここいいね。よく寝た。かっこいい。かっこいい。かわいい。幸せだな。これだってこうやって信じられないね。願い。
信じられない、たまらない。キャイグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。